中崎町店店長の正弘です。今日は3日間のコーディネートの解説をしていきます。よろしくお願いします。1日目は、自転車で出勤して、でこの自転車はローチャリと言われるアメリカの自転車になってます。車体が低い自転車になってますね。 T シャツはクーティー、パンツもクーティーで、上の T シャツはパチューコクロスっていうギャングのマークが入ってある T シャツになってます。でパンツはイージーパンツ、まあ、かなりラフな感じのパンツになってます。まあ、ウエッサイとかチカノのカルチャーが好きなんで、この時 T シャツのバックプリントは、まあ、ジーザスのバックプリントで別注のやつなので、まあ、大阪にないショップの別注になってます。で、まあ、出勤していろいろ片付けして、この時かけてるサングラスは結構前の、 あの渋谷の8周年のブラックフライのジェシーさんがかけてたモデルのやつになりますね。細いサングラスが好きなので、こういろいろ探してこれが一番しっくりくるので購入したって感じで、10年前とかなんですね。まあ、トラック&キングス、大阪の堀江のお店ですね。まあ、セット面のこう整理をして、で今履いてるシューズはコルテッツのナイキのシューズになります。これもまあ地下のカルチャーが知ってる人は結構履いてる靴、スニーカーになります。2日目は T シャツがキングスアラウンド U っていうブランドの、友達がやってる服のブランドになってます。パンツは昨日と同じクーティーのパンツになって、シューズがバンズのオールドスクールになっています。今帽子の方なんですけれども、これもまあローライダーの人がよくかぶるチョロハット、アメリカ村の店で購入した、まあ、本場のハットにはなります。ちょっと特徴で言うと、つばの部分が下に降りてるハットになります。この時は予約を確認して、で T シャツなんですけれども、ゾンビティと言われる T シャツで、フロントのプリントがゾンビのおもちゃのフォトティになってまして、で背中の部分にゾンビって書いてるんですけど、それはなんか、まあ、クラブで酔っ払ったりとかしてぐちゃぐちゃになってる姿をゾンビに例えたものにはなってますね。靴なんですけれども、まあ、バンズのオールドスクールなんですけど、まあ、リーダーっていう自転車のブランドとコラボのスニーカーになってます。今日着てる服なんですけれども、 T シャツはネイバーフットと、あとミスターカートゥーンって言われる堀氏の方のコラボの T シャツで、まあ、パンツは同じクーティーのブランドのちょっとグリーンのパンツになってます。シューズもクーティーになってます。で、まあ、まあ、ついて携帯で予約を確認しながら、いろいろ今日の状況を考えながら整理して仕事に向かうっていう感じですね。キャップなんですけれども、これはフロクラブのポップアップがあって、ちょっと一目惚れをしたものにはなりますね。まあ、オンレーダースって書いてるんですけど、レーダースのちょっとパロディのキャップになります。で T シャツなんですけれども、バックプリントがアンクルトゥーンマーケットっていうミスターカートゥーンさんがその思い描いたお店をデザインをしたプリントになってます。アメリカのそのマーケットで地元の人らがその集まっていろんな人が買いに来るので、まあ、そういうのをこう集まる場所っていうのをイメージしたプリントになってます。シューズはちょっとこの時期暑いんですけれども、レザーのシューズになってます。スウェードの生地で、黒なんで基本スニーカー履くのはもう黒ばっかりしか履かないんで、まあ、髪切るのでめっちゃ髪の毛ついちゃうんで、黒が分かりづらいので一番、まあ、綺麗な状態で履けるっていうので黒が多いですね。まあ、1日目2日目3日目合わせて、まあ、基本的にはその西海岸の、まあ、地下のカルチャーであったりとか、ウエストサイドの服装をちょっと自分なりにアレンジしたっていうのが共通点で言えますね。そういうカルチャーが一番自分の中で好きっ
なのでこういう形のものを着ています。3日間のコーデ紹介は終わりになります。よかったら他のスタッフのコーデ紹介もあるので、よかったらご覧ください。ありがとうございました。